おはようございます。ディレクト申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、二度寝したかもあんま二度寝し、なんていうかな、二度寝三度寝三度寝が微妙なとこか。二度寝するときはなんかできないことが多いんですよねそうそう、一応これツイッターでも言ったんですけど、あのオリイカをちょこちょこ作っております。あの、まあ、今画像ポンって出してるんでしょうけど、僕のことだからね、はい。クロスブレードでさ、オリカ作ってんすよ。作っていただいた、依頼したこともあるんですけど、自分で作ることもあります。低クオリティなんですけどね、はい自分の作る腕は低クオリティなんですけど、はいでもね、ああいうのって 何が楽しいかっていうと、あの自分の好きなキャラ、あの同じ、もちろんね、公式の絵柄がうんたらかんたらってわけじゃないんですけど、自分の絵柄で自分のカードっていうのもなんかいいかなって思って。あ、モンバトの頃憧れたんですよ、実はモリカに。はい。でね、今はそれクロスブレードで叶ってるんでね。まあ夢叶ったりってところでしょうか。クロスブレードのゲームシステムは。さあ、今回はモンスターマスターでいきたいと思います。見てください。メタルゴンバズホイミスライム。モンスターマスターってことでね、このダブル称号をかけたいと思いません。え、なんだよ、どうしたの、何何っていう話なんと思うんですよ。これ何、なんでダブル称号かかってないのと。基本的にですね、メタルドラゴンバツズホイミサイル、今回出している3体っていうのは称号効果、モンスターマスターの称号効果がね、ダブルにかかる。つまりまあポンって出すけど HP が315上がったり、その他いろいろな能力が上昇したりっていういいことだらけなんですよ。今回ですね、禁忌を犯しております。その禁忌はこちらです。340わかりますかね、これで。ダブル、モンスターマスターするべきモンスターいると思うんですよ。そいつらを禁忌を犯してマスターのマスターをせずに、マスターのマスターをしてるわ称号効果を使わずにマスターのマスターをしております。今回全員マスターのマスターなんですけど、あの称号で普通に強いのに、称号で普通に強いね、あのこのね3体をマスターダブルスキャンしましたこれ禁忌だと思うんですよ。これもモンマスで禁忌だと思ってるし、僕もなんだったら禁忌だと思ってます。称号で強いじゃんみたいなさ、称号でも HP300 上がるし、他の能力もめっちゃ上がるんだよってなるん、ちょい何をするか君たちはにもかかわらずですよ、私はマスターダブルス禁忌、センシティブチーム、みんな覚えて、センシティブこのチーム名、センシティブなチームでいきたいと思います。禁忌ってそういう意味だ。近畿イコールセンシティブやめろやそうそう、センシティブでいきたいと思いますね。はい、ホミさんも避けていこうね。ひょいイエさあ、行け。こいつにスキャンしたのは怒りの魔人だ。怒りの魔人次バツさんの怒りの魔人次こいつら何スキャンしたのってなると思うんですよ。バズさっきを怒りの魔人と言いました。怒りの魔人って何ってなると思うんですね。まあ、解説しますとですね、力が150上昇しますモンスターマスターの称号ではね、力90ぐらいしか上昇しないんですよ。すごいと思うんだけど、それでも力が2ね、150上昇してるんですよ、これマスターダブルスキャンで。まあでも外すんですけどねということはバズの力今260とかいう化け物になってるわけですよ。それの2回攻撃ですよ。260、力260の化け物、勇者の雨かけるより強いし、なんだったらこれ数値だけ見れば勇者の雨かけるなんかよっぽど強いっすよただその代わり命中率は下がるんだよね、実はこのマスターダブルスキャン。強力すぎる代わりに命中率は下がる。はい、でこれで死ぬと。ちょっと前めてよ、メタルドラゴン、いきましょう。マスターダブルスキャンしたこのメタルベス受けてみよう。いけー、うわー、あまり聞いてない、相手が悪い。スキャンしたものを一応言っときますね。危険ドラゴン技術なんか、ね、いつも大体ブレスのやつだってここで。なんかね、メタルドラゴンってよく考えたら唯一なんですよ、これって。メタルドラゴンはモンスター中多分唯一、雷のブレスを使えるのはこいつしかいない。その唯一を引き上げようと思った結果がですね、あの、危険ドラゴン技術つまり、メタルブレス、普通の称号だったら鋼の牙打っとけとりあえず安泰でしょうみたいなところをメタルブレスにして、メタルブレスめっちゃ強くしてやろうぜってのが今回のねコンセプトですよ。こいつちなみにおたけびはどっちね、称号しようがね、モンスターマスター時の称号もね、あの悲しい威力です。はい、まあ威力ケースは高いんだけどさ、そりゃ命中率下がってんだからさ。いけ、
おいおい、そう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 。ちょ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 、マスタードマスキャンの糸をさ、無視するのやめてよ。いやワオセンシティブ。いやんじゃねえのよ。あ、来た来た、魔王戦だぜ、続くぜこの動画。だから今終わったら5分ぐらいの動画になるんだって続くぜこの動画。邪神館じゃん。おい、ドラゴンクエストタクで最近来たの、お前タクトで最近来たハーゴンじゃんなんか随分等身高えけどタクトあんなんだからな。いやー、バズズがね邪神館の下に働いてるバズズがね、ムキムキになって帰ってきますから。ハーゴン踊れてるで今、多分ハーゴン踊れてる。お、バズズどうした、そのなんだその剛腕は。ってだってこれ260の剛腕外すからね。まあ命中下がってますからねバズズどうしたんだその剛腕は。って今ハーゴン驚いてるであいつおい、310だぜおい、一撃310とか強すぎじゃねえかよ。いけ電撃をまとってメタルブレス発射。どうだ、おお強唯一無二のねメタルブレスがここまで刺さったから。あー、まあごめん、お前ホイミにしといた、どうせとどめ一撃打つしね今から。さあホイミスライムもね、あの証拠ねスキャンしたんだけど、あんま輝かないっすね。なんか火力面で輝いてるわけじゃないからね、うん、大体こうなるしねんでホイミスライムはね証拠で証拠で使ったらまあまあそこそこいい数値になるんですけどだからハーゴン驚いてばっかやんか、急に上から雷降ってくるわ、バズーカムキムキになって帰ってくるわでさもうびっくりしてるよハーゴン、あれってなんかどうなってんのみたいな。いやーもう混乱してくれー、てかバズーカ混乱しないのすげえなバズーカ意外と混乱してないな、全然バズーカ混乱しない。バズーカねあれなのに、まあ怒りのマシンスキャンしてるっちゃしてるけどさ、それでもこんな混乱しないわけおい、ポンコツ、ポンコツ二人マスタードマスキャンしたポンコツ二人、もうちょっと頑張れまあ、ここはね、今、光の玉使ってね、ちゃんと勇気チャージして、まあね、次に来る、ボス戦に備えましょうや。このターン何もできないもん。わー、合計で攻めてくる。さ、でも HP が2000ぐらいしかないんで、このチーム。ちょっと不安ですよね、確かに。あの、昇降で基本的に300とか上がるところが、まあ、ね、それをね、ペイして、火力取ってたりマスタードマスキャンしてるわけだから、ちょっと HP の数値的には心もとない感じでもあるしね。さあ、あとはまあ普通に消化ですよ、消化チェレですよね爪痕一発当ただけでハーゴをやられるよ。おい、爪痕いきますいけ、剛腕、この鋭い剛腕でいくわ。うわ、熱いよ、310はダメだって雨かけるなんかでよっぽど強いメグスで刺してきた。はい、破壊神はお怒りですね。バズズが禁忌を犯したことに、お怒りのご様子でございます。やばいの来たじゃんか。いや、どうしようかな、にしても。え、どうしよう。なんか、どうすよ。なんかさ、いや、割かし迷ったの。一旦目に SP 使うことがめっちゃ迷っちゃった。あ、ホイミでもよかったかも。そうだね、ホイミでよかったな、これ。やばい、ドルモアやばい、ドルモアちょっと待って、死ぬんじゃねえの、おい、もうきつい、もうきついもん。いけ、剛腕で300出るよこの重大な事態の時に俺は何を迷っていたんだ。ルビス使うかどうか迷ってたけどさ、ちょっと待って、避けられたんかい、しかも頑張れ頑張れ頑張れ、なんかお前なんでポケつけとん、ホイミしろや、お前何してんお前いや選んだのは僕なんだよな。おー、いいね、ホイミちゃん、いやー、わかんねえ。でも、メタルブレス弱点取れる。弱点取れる。あ、取って。あ、ボーレス、発射いけ、頑張れ。おー、いいよ、432。いいよ。いやー、きついな。2ターン目は攻撃してこないことを利用して、とりあえず、攻撃してこないよね。とりあえず、このターンホイミして、まあ、多分これでたまんないでしょ。3ターン目に。OK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 。くるくるくる。あーまあまあ、ラッキー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 、すごいラッキー。破壊神の叫びで止まる方がよっぽどきつい。わかんないわかんないわかんない。いけるかもしんない。ここでホイミして、次が怒りか叫び。ワンチャンあるなぁ。バズズ大事。ここでね、怒りの魔人のね、マスターラブスキャンがね、あたとなります。お前、張り切りすぎたんだよ。オッケー。頑張れ頑張れ。いけるかもしれん。かもやけど。ホイミして。ホイミして、
250回復して、怒りを、次叫びか怒りでしょ。でも4ターン目に結局死んじゃう可能性があるからさ、 SP 使えないんだよね今。 SP を今使うことができない。4ターン目まで耐えないといけない。そう、4ターン目に結局天使の歌とか使った方がいいから、3ターン目の邪神の怒りを避けるか耐えるかして、嘘でしょ。いてつか波動を引くっていう手も、いてつか破壊神の叫びか、叫びを引くっていう手もある。俺は奇跡の逆転狙う。こ、ワイはここから奇跡狙うんや。いけ、ワイは猿や。まあ、うおぉ、ここに来て、ここに来て、センシティブな、センシティブな代償が、センシティブな代償、何センシティブな代償って。頑張れ。怒り、避けろ、避けるしかねえわ。ホイミスライム、お前、ホイミスライム狙ったら避ける説あるからね。バズンだわ。いや、避けます。次避けます。誰であろうと避ける。いけ、いけ、試験無職。なんか綺麗な流れだったな。さっきは不覚を取ったが、そうはいかん。これバズズの火力に震えて寝ろ。いきます。バズズの火力に震えて寝てほしいんで、相手には。バズの火力よ結局。てかさ、ちょっと待って待って待って、俺さ、いつものごとくやってますけどさ、ホイミスライムマスタードスキャンしたものも教えてないんですけど、あのプラチナキング、ホイミスライムのスキャンしたのがプラチナキングなんですよ。これによりホイミスライムがマジで強いよ。マジでホイミスライム狙われなくなったんですけど、ま、バズズがめっちゃ狙われるハメになったよね。爪痕の火力に震えて寝た方がいいよ。ちょっとあいつ爪痕の火力に震えて寝ろよ。来たよ、ユノズ来たよ。ユノズ来るぞ、いっぱいユノズ来るぞ。ユノズ大爆発、ユノズ3連打来るぞ。ユイーン。ちょっと待って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 、どうなってんの向こう。ユノズの威力、待って待って、向こうのユノズも相当とんでもなくなってるぞ。イオナズン3連打来てんだけど、やめて。イオナズンでボコボコにされんねんけど、何これ。ちょっとイオナズン3連打やめて。爆裂、爆裂じゃない、ちょっと待って待って待って、イオナズンがいっぱい飛んでくる、イオナズンがいっぱい飛んでくるんだけど、何このゲーム。イオナズンがいっぱい飛んでくる。ホイミして、バズズとかで、こっちはバズズ隊長がいるから、メタルドラゴン隊長も頑張れ。メタルドラゴン、あ、お前チーフ、メタルドラゴンチーフね。いけ、電撃がほとばしる。どう、あーあーああマスターダブルスキャンが全然活かせてないんだけど、イオナズン3連打というとんでもないパーティー。あ、でも頭悪いよ、相手頭悪いパーティーだから。イオナズン強いと思ってるから、あいつ。いけ、バズズ悪魔爪痕。いや、強い強い。なんでそのさ、今の命中と指導でできなかったの。その命中率なんで指導でできなかったの。ねえ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 、めっちゃ当たる。めっちゃ当たるし、めっちゃ強いんだけど。このターン耐えしのいだら勝ちじゃないの？いや、耐えれるんじゃないの？いや、耐えれると思う。こんだけあるわ。メタルドラゴンがね、イオナズンでめちゃくちゃ食らってる先輩になってるんで、ちょっとメタルドラゴンが若干マスターブスキャンをね、なんか活かしきれてない。やっぱ称号が強いんじゃないかっていう。結局証拠が強いんじゃないかみたいな。バズズはなんかワンチャンあるみたいな。イオナズン3人抜きます。ここからイオナズン3回いきます。せーの、1打目とか。いや、もう。あれ、これもしかして。え、俺もしかして。俺これあれあれこれもしかしてさ、死にます？あれ、これもしかして死にません？あれ ?2 ターンキル。イオナズン爆裂。ちょっと待って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 、爆発落ちまで最低や。メタルドラゴンは勝負でいいね。うん。